してくれない。うるせえうるせえ、うるせえんだよ。もう逃がさねえ。逃げないさ、だってもう終わるから。これで終わりか、サイクは。そうだね、もう手はないよ。効かねえな。いや、効いてる。効かねえって言ってんだろ。驚いたぜ、デキ。お前たちがここまでやるなんて思ってもみなかった。そう、お前はあのリンにキャッチボールを教え、食堂まで来られるほど回復させてみせたんだ。僕はリンと二人でリトルバスターズを作ったんだ。子供の頃みたいにさ。マサトも仲間になってほしいんだ。とうとうそう来たか、お前は。悪いが、お断りだ。待ってよ、ねえ、理由を教えてよ。理由？俺が最強だからだ。いや、お前ケンゴより弱いだろ。でせえ、俺が最強だ。怖がらせちまったな。だがな、リキ、そんな簡単にリトルバスターズはできねえんだよ。お前はまだ京介ほど強くはない。まだまだ乗り越えなくちゃならねえんだ。だから俺は多分今から最強を証明し始めるだろう。マサト、それはどういう意味？怪我したくなかったら俺に近づくんじゃねえぞ。昔に戻るだと。いいか、アリキ、そこへ戻ったら結構な大事になるぜ。あの頃から俺は他人とずれていた。世間ではそれをバカと言うらしい。友達もできず浮いた存在でいた。喉渇いた時牛乳飲んでたぜこいつ。また踊ってるよ。バカじゃねえ井ノ原、素だから笑えんだよ。俺は気がついた。笑われないためには強くなればいいんだと。その日から俺は闇雲に体を鍛えていった。やがて誰よりも強くなり、俺を笑う奴はいなくなった。だが、俺の居場所は相変わらずどこにもなかった。誰だ、てめえは。お前こそ誰だ。イカれてるぜ。イカれてなんかいない。これがお前の生きる日常だ。どうした？何を揉めてる？あっ
井ノ原。どうした？お前は偽物だ！強い方が本物の俺だ！全部ぶん殴れば全員消えてくれるのかよ。眩しい。ライト消せ。大丈夫？怪我とかしてない？その俺は俺に挑んできた。他の奴らと違い根性がある。今までの中で一番俺に近い俺だ。とうとう現れたんだ、この俺を倒すやつが。あの日のように。お前が井ノ原か？お前が新しい挑戦者か？ああ。そんなひょろい体じゃ勝負にならねえよ。これでもか。面白い。相手してやろうじゃねえか。待て。こんな戦いは初めてだ。抜けやしねえよ。そういう細工をしてあるんだ。俺は最強。こいつはたまげたぜ。これで終わりか、細工は。ああ、もう手はない。仕方ない、数発は覚悟しとくか。数百発だ。てめえをボコボコにするくらい片腕で十分だぜ。なんで倒れねえんだ。俺は倒れねえ。そいつはつらいな。楽にしてやるよ。絶対倒れねえ。お前一人で何頑張ってんだよ。だって惨めじゃねえか。強くなって最強になってさ、誰にも笑われなくなってさ。なのに俺は一人きりでさ。だから倒れるわけにはいかねえんだ。倒れたらただのバカに戻っちまうからな。バカでもいいじゃねえか。俺はお前と戦えてすっげえ楽しかった。ポスト抱えて戦うなんてさ、こんなバカはどこにもいねえぜ。だからそのままでいてくれよ。そしたら俺はこれからもずっとお前と一緒に遊ぶぜ。すんげえ楽しかったからな。井ノ原、下のお名前はなんだ？マサト。俺は夏目恭介だ。マサト、
今日から俺とお前は友達だ。これからは楽しいことがたくさん待ってるぜ。だから今は休んどけな。とうとう見つけたんだ、探していたもの。俺の居場所をあいつがくれた。大丈夫だよマサト、強くなくたっていいじゃない。どんなマサトもマサトだ。僕の大切な親友だよ。これからは楽しいことが待ってんのかな。もちろん。だから今はもう休もうね。よくやったリキ。何があっても俺はお前に付き合うからな。最後のその時まで。